どうも、花草ひづきです。今日は、市販の化粧品とドクターズコスメの違いについてご説明したいと思います。これもいろいろ違う点を見方によっていろいろあるんですけど、まあ今回は大きく、そのテクスチャー、成分、あと濃度の観点から見ていきたいと思います。市販のものっていうのはやっぱりこう使った時にお客さんがこうすごいあいいなっていう風に感じなきゃいけないので、すごいこう凝った処方がされていることが多いんですよね。そういうのを、まあ、なるべくこうシンプルに、突き詰めた、でこの効果や安全性をこう突き詰めたものがこうドクターズコスメって言っていいと思いますね。それが一番よくわかるのがテクスチャーで、最近の、市販のこう高級な化粧品のテクスチャーっていうのは、我々が使ってみてもかなりこう驚くものが多いんですね。保湿効果は高いのにテクスチャーはむちゃくちゃいいっていうのが増えてきてると思います。一般的にはそのテクスチャーと保湿能力っていうのはトレードオフの関係になってて、同時に追求するっていうのはかなり難しいんですけど、最近の高級な化粧品っていうのはしっとりと保湿作用も強いけどテクスチャーもものすごくいいっていうのが増えてきてると思います。ただしこれを作るっていうのは並大抵のことじゃなくて、2つの矛盾することを追求しなきゃいけないのでかなり複雑な、作りになってるんですね。その結果それを長期間使うことで、肌が荒れてしまうとか肌のバリア機能が低下してしまうっていうことも起こり得るっていうふうに思っています。ちょっとそういうテクスチャーは多少犠牲にするけど、よりこう敏感肌であるとか乾燥肌の人のためにこう作られている、ドクターズコスメが人気だったりもするわけなんですね。まあ、どっちがいいかっていうのはまあ人それぞれだと思います。次に濃度について解説したいと思います。それぞれ化粧品、医薬部外品、ドクターズコスメ、有効成分の入れられる濃度が違ってるんですね。医薬部外品に関してはビタミン C ですら 5% までっていうふうに決まってたりします。で別にだからといって化粧品が濃度が少なくて医薬部外品が濃度が濃くてドクターズコスメがもっと濃度が濃いっていうわけでもないんですね。例えばハイドロキノンなんかは化粧品でも10% 含まれているものが市販で売られてたりします。これも合法なんですね、もちろん。ただしハイドロキノンの 10% っていうのはかなり刺激も強いし、白抜けしたりとか長く使うことで、シミがもっとひどくなってしまったりとかこう大きな副作用もあるので、そういったものが別に化粧品で 10% 混ぜてもいいっていう風になってます。だから化粧品だから安全で医薬部外品はちょっと危なくてドクターズコスメはもっと危ないっていうわけでも全然ないんですね。大切なのはご自身の肌に合ってるものを選ぶっていうことになります。ドクターズコスメに関してはそのあたりの濃度を、ドクターが、患者さんに合わせて、自由に作ることが比較的ですけどね、自由に作ることができるので、よりこう患者さんに、沿った、化粧品を作れるっていう風に考えています。最後成分について解説したいと思います。成分の違いなんですけど、これもドクターズコスメで使えるもの、医薬部外品で使えるもの、化粧品で使えるものっていう3パターンあるんですね。で、化粧品で使えるものと医薬部外品で使えるものっていうのはこれに関してはその明確にこう、理論的にこう区別するっていうことが結構難しくて、まあ、それぞれ法律によって、使える種類のものと、その、濃度の限界が決まってるっていう風に考えていただいていいと思いますね。いずれもそれほどこう高いこう効果を発揮できないようにこう法律で規制されてますので、高い効果を、期待したいのであればやはりこうドクターズコスメ、を買うしかないんじゃないかなっていう風に思います。ドクターズコスメの代表的な成分であるトレチノインっていうのは、市販することはできないっていう風に法律になっているので、トレチノインっていうのが入っているものを買いたければクリニックで買うしかないっていうことになりますね。トレチノインっていうのと仲間の成分のレチノールっていうのがよく化粧品なんかに含まれてると思うんですけど、そのレチノールを、まあ、かなり効きやすくして、高濃度にしたこの、ゼオシリーズっていうのがあるんですが、こういうのですね。こういうのが割とこうドクターズコスメの中で、最近流行ってるものになりますね。このコロナ禍で家でこうスキンケアができるっていうのでかなりこう売り上げ伸びてるっていう風に聞いてますね。レチノールっていうのはこう、肌に、作用して肌を若返らせる効果のある、ものなので、これは我々も、おすすめの治療法になります。本日は市販の化粧品とドクターズコスメの違いを、テクスチャー、濃度、
成分の3つの観点から、違いについて解説いたしました。まあどっちがいいっていうわけでもないんですけど、まあ、もしあの今の化粧品で、十分な効果が得られないとか、化粧品いろいろ使っても肌が荒れちゃうっていうこと方はドクターズコスメっていうのも選択肢として考えてもいいんじゃないでしょうか。ドクターズコスメっていうのは、医者があの管理のもと、濃度や成分を調整して作られているので、よりこう効果が高くてかつ、安全性の高いものが、選ばれていることが多いので、おすすめしたいと思います。以上今日は、化粧品について解説させていただきました。どうもありがとうございました。これからも薄毛や美容治療について、本音を発信していきたいと思います。動画が気に入った方は、いいねボタンと、チャンネル登録をお願いします。わからないことや他にもこういうことが知りたいっていうことがあれば気軽にコメント欄の方に書いてください。時間があれば返信いたしますので、 Twitter もやっておりますのでフォローをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。